高崎市庁舎は、群馬県高崎市にある、高崎市役所の庁舎である。高崎市庁舎空撮庁舎内エレベーター設備庁舎、前のオーブジェ、ヘリックス -983t 現在の庁舎は1998年3月に、竣工し、同年5月より利用を開始した。建築物の高さは102.5メートルで、群馬県内の建築物の高さとしては、前橋市にある、 群馬県庁舎に次いで2番目である。建物は鉄骨構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄筋コンクリート構造で地下2階、地上21階建て。設計者は、組設計が、志向は竹中工務店、戸田建設、井上工業共同企業体が担当した。2000年には、日本建設業連合会による第41回。 pcs 賞を受賞している。建物からビル風が発生するのを最小限に抑えるために、建物の形状を南北に長いライン型にして、風に逆らわない構造になっている。また、周辺地域への配慮から、テレビの電波障害についても建物を電波の方向とほぼ平行にした上で、障害の範囲を小さくし、周辺環境や地球環境に配慮した形状となっている。 屋根に降った雨水を集め、注水道として低層階のトイレで洗浄水に利用している。空気調和設備として、建物内に蓄積された熱を夜間のうちに除去する換気システムや、冷暖房の熱源に地下水を利用した地域冷暖房システムを採用している。通路は段差をなくし視覚障害者誘導用ブロックや音声ガイドを配置し、 また車椅子対応の低い窓口カウンターやエレベーター、トイレのほか、オストメート専用トイレ、授乳室を設けるなど、バリアフリーに対応している。高崎市のウェブサイト、庁舎各会案内を参照。展望ロビー庁舎最上階となる21階には、展望ロビーがあり、高崎市内の街並みから高下山山まで一望できる。レストランも併設されている。地下には、 市営の駐車場があり、391台の自動車が駐車可能となっている。平日は午前7時30分から午後10時30分、日曜日祝日は午前9時から午後10時30分まで利用できる。高崎総合医療センターと高崎市役所庁舎、群馬音楽センターを見下ろす年代は撮影年を示す。ありがとうございます。